独特の緊張感がスタジアムを包みます。キッカーがボールを置きます。さあ大事な1本目、最初のキッカー、おっとポストに阻まれました。いや惜しかったです。さあどうする、コースはキーパーの左側を打ち抜きます。うまく逆をつきましたよね。さあ1点を追います。どうだ、キーパーの逆をつきました。うまく狙ってきましたね。2人目です。さあどこを狙うのか、キーパー読みが外れました。ちょっと間が良くなかったですね。マドリーチャマルティン、ワンゴール差です。どうだ、これはキーパー逆を突かれました。狙い通りだったでしょうかね。ソレール3番目のキッカーです。さあどこへ蹴る、外してしまう。キーパーを読んでいこうと思うとね、違うところに力が入っちゃうんですよね。トニクロース4番目のキッカーです。コースは逆サイドに決めてきます。ちょっと逆でしたね。バレンシア4人目です。どうだ、さあイーブンになりました。はい、これでお互いもう外せなくなりましたね。イスコ5番目のキッカー、どうだ、おー、止め。キッカーとしてはね、緊張感が増しますよね。さあどうだ、ここは粘り強さを見せました。決着はまだつきません。サドンデスです。さあどこを狙うのか、キーパー逆を突かれます。キーパーの逆取りましたね。バレンシア望みをつなげられるか、決めるか、プレッシャーあると思うんですけどもね、冷静に決めましたね。外せば終わりのサドンデス、コースは外す、右へ蹴ってきました。気負いすぎた分だけ逸れたんでしょうかね。後ろからね、味方を見てるんで緊張しますよね。決めるか、これでまだ分からない。キーパーの動きをね、考えすぎたんでしょうかね。突然の死、サドンです。どうだ、うまいですね。キーパー見て、いや追い込まれましたね。さあどうだ、決められた。サドンです。続きます。影引きですね。サドンデスです。さあどこへ蹴る、これはキーパー逆を突かれました。こんな何秒我慢できるかどうかですからね。ここは外せませんよね。決めるか、いやプレッシャーがある中でよく決めましたよね。サドンデスになるとね、一つ一つ本当にね、呼吸ができませんね。外せば終わりのサドンデス、どうだ、
おっとポスト直撃。もう少しね思い切って中に入れていく気持ちが必要でしたね。後ろからね味方を見てるんで緊張しますよね。決めるか。キーパー一度ディフェンス。今のはどうでしょう。そうですね、動き出しを見て読まれたんでしょうかね。突然の死サドンです。さあどこを狙うのか。キーパーの逆をつきました。うまく狙ってきましたね。バレンシア、ここを外すと負け。さあどうだ。落ち着いてますよね、非常に。おっとうまい。生きるか死ぬかの戦いが続く PK 戦。コースはキーパー読みが外れました。キーパーの逆取りましたね。いや追い込まれましたね。決めるか。お決めてきましたね。うまいですよね、軽くキーパーを見て。サドンデスです。どうだ。逆サイドに決めてきます。狙い通りだったんでしょうかね。バレンシア、もう後がありません。決めるか。決められた。サドンデス続きます。これやられるとねキーパー辛いですよね。突然の死サドンデス。さあどこへ蹴る。決める。キーパーの左。うまく逆をつきましたよね。キッカーとしてはね緊張感が増しますよね。決めるか。いや劣勢に決めてきますね。ちょっと間が良くなかったですね。外せば終わりのサドンです。どうだ。キーパー読みが外れました。ちょっと逆でしたね。ここは外せませんよね。さあどうだ。決められた。サドンです続きます。駆け引きですね。サドンデスです。さあどこを狙うのか。キーパーの逆をつきました。うまいですよね、軽くキーパーを見て。いや追い込まれましたね。決めるか。ここでサドンデスの戦いに決着がつきました。いや最後よく反応しましたね。結果としてこの PK 戦を制し勝利を得ました。最後のセーブ、守護神の